しまつけ。地域検索、ドローン使用、山岳相談、救助訓練を行います。ドローン班から現地本部宛て11時40分ドローンフライトを開始、遭難者の捜索を開始。どうぞ。警察本部の2件2名の捜索を新しい資材ですね。さらにはドローン、ドローンからの映像とですね、連携した機体活動が進んでいくのではないかと。